はい、どうもチャンネル佐藤潤でございます。今我々歩いているのは未来金井橋、未来金井橋のなんかちょっと上のこう展望台的なヤーツにこう歩いているところですね。今これ本当はここ車が通れるらしいんだけど、今まあ歩道になってますね。ここ今赤とグレーの道があると思うんだけど、これ赤いのが自転車専用道路になってますね、みたいですよ。ガードレールがあるからね、車が通れると思うんだけど、せき止められてて、今我々は歩いてね、現地に向かっています。ここから見る景色がなかなか良さそうなので、どんな感じか今から皆さんにお見せしましょう。それではインカメラ、アウトカメラ、切り替え、ギョイン。はい、じゃあいよいよここ展望台に近づいてきましたよ。はい、歩いてきました。先ほどここをね、通ってきたわけですけどもさ、ここからどんな景色かな。さあ、先ほどの知念岬公園も見えてきますよ。ソーキそば食べたお店も見えてきますよ。はい、ほらどうですか。おお、下にこの橋、橋じゃない、これなんて言うんだろう、これ未来金井橋。あ、橋ですよね、未来金井橋ね。おお、これスマホ落としたら終わりだ。今日はね、曇りだったんだけど天気もだんだん良くなってきてます。気温は26度、8度、30度、30度超えてると思います。ちょっと暑いですね。体感気温はね、めちゃめちゃ暑いですよ。あとあそこの道もなんか見える。あそこの道、さっきその道を来たのかな。この道ですか。いやー、すごいですね。この橋もすごいですよ。これ急坂で、ここマラソンもコースになってて、心臓破りの坂と呼ばれているそうです。はい、ってな感じですね。というわけで、未来金井橋からお届けしました、さとちゅんチャンネルです。はい、スマホを落とさないように停止ボタン